やったぜ。ドッキリキャノン大成功。あれ、こっちはコンパウンドミステリー案内人です。ああ、ごめんよ、こっち。まさかバラバラになっちゃうなんて思わなかったんだよ。二人とも危険な遊び方をしちゃダメですよ。ごめんなさーい。ああ、もうびっくりして骨が吹き飛んじゃったじゃないの。おもちゃだから大丈夫だと思ったんだよ。もう遊ばないようにするよ。ごめんな。一歩間違えると命を脅かすような危険もありますからね。今までもそういうおもちゃが世に出てしまって販売禁止になったことがあるのをご存知ですか？え？何それ？知りたい人。それでは現実世界では販売禁止となった危険なおもちゃをご紹介しましょう。販売禁止おもちゃナンバー1、芝生用ダーツ、ジャーツ。芝生用ダーツってことはそのまんま芝生を的にダーツを投げるってことよね。面白そうだな。一体何が危険だって言うんだ？実はこのジャーツは今では改良されて先端はプラスチックになっていますが、以前は先端が芝生に突き刺さるように尖らせた金属でできていたんです。ほんとだわ。こんな風に投げたら危ないってことね。うわー、あら、ごめんごめん。今の絶対わざとだろ。ミルキーは骨だから無事でしたが、もし人間が相手だったとしたら。1987年、アメリカのカリフォルニア州での出来事です。兄弟が自宅の庭でジャーツを使って遊んでいました。お兄ちゃん、僕にも貸してよ。あとでな。おい、こっちに投げてこいよ。行くぞー。友人がジャーツを投げたその時、手元が狂って近くにいた弟の首に突き刺さったのです。うわー！この事故により弟は命を落としてしまったのでした。販売禁止になるまでの8年間で6000人以上が緊急治療室に運ばれたそうです。そのうちの 80% が15歳以下だったということです。 C 社まで出ちゃうなんて、たとえ傷つける気がなくても何が起こるかわからないものね。販売禁止おもちゃナンバー2、キャベツパッチスナックタイムキッズドール。かわいいお人形じゃない。これのどこが危険なの？もしかして目が合うと呪われるとか？呪いではないんですが。それではこのおもちゃのポテトをお人形の口に運んでください。こう？こつえさんがおもちゃのポテトを人形の口に入れると、もぐもぐと食べ始めました。あ、食べた。かわいい。もしかしてこの口にナイフみたいな歯がついてるとか？いえいえ、刃物はついてないんですが、この口の部分がモーターになっていたんです。アメリカのサウスカロライナ州でのことです。さあ、おやつの時間ですよ。ポテトを人形の口に入れようとしたその時でした。いやー！女の子の長い髪の毛が人形の口の中に吸い込まれてしまったんです。どうしたの？母親が慌てて髪の毛をつかみましたが、時すでに遅し、髪の毛は根元から抜けてしまったんです。やだー、髪の毛痛いよ。ミルキーは髪の毛ないじゃないかよ。想像するだけで痛いよ。髪の毛が巻き込まれてしまうこともそうですが、小さな子供が指を入れてしまうこともあり、とっても危険だったんです。このように一度ローラーが回ると反対方向には動かせない仕組みだったので、かなり強い力じゃないと抜けなかったようです。子供の小さい指が吸い込まれちゃうと思うと、ものすごく危険ね。大々的な CM をしたおかげで50万体を売り上げましたが、発売1年で販売中止になり、全ての商品を回収することになったんです。販売禁止おもちゃナンバー3、ウォーターバルツ。なにこれ、スーパーボール？こちらは水につけておくとどんどん膨らんで大きくなるボールなんです。2時間つけるとこちら。直径が約2倍になります。12時間では約4倍。4日間置いておけば5倍にもなるんです。すっごい楽しそう。惜しい。でもこれがどうして販売禁止になっちゃうわけ？実はこのウォーターバルツはおむつなどに使われている吸水性高分子をおもちゃとして再開発したもので、たくさんの水を吸います。2012年のことです。赤ちゃんが兄弟の遊んでいたウォーターバルツを誤って飲み込んでしまったんです。体の中でウォーターバルツがどんどん膨らんでしまって腸を塞いでしまい、危うく破裂するかもしれなかったんです。赤ちゃんは手術によって一命を取り留めることができました。なるほどね。確かに最初がビー玉くらいの大きさだと口にも入っちゃうし、水でどんどん膨らむってことは体の中の水分でどんどん膨らんでいくものね。何かを飲み込んじゃっただけでも危ないのに、さらに膨らんじゃうとはな。このような事態が多発する恐れから、製造元は自主回収を決めたんです。販売禁止おもちゃナンバー4、オースティンマジックピストル。普通のピストルのおもちゃみたいだけど。こちらのおもちゃは、ピストルにピンポン玉を詰め、引き金を引いて玉を飛ばすおもちゃです。なんだ、そんなおもちゃどこにでも売ってるじゃないか。使ってみようよ。なになに？少量の水を入れてから発射するだってさ。ってことはつばでもいいのかな？そうしてつばをピストルに入れるミルキー。発射すると爆音とともに大きな炎が出て、ボールの当たったこつえさんの頭蓋骨が吹き飛んでしまったのです。なんて破壊力。ちょっと早く戻しなさいよ。ごめん。実はこのピストルの中には炭化カルシウムが入っているんです。それに水を加えると爆発性の高いアセチレンガスというガスが発生するので、その圧力でボールを飛ばしていたんです。怖っ。炭化カルシウムっていうと日本では危険物に指定されてるぞ。そうなんです。発生したアセチレンガスは着火温度が低く、衝撃で爆発する可能性もあるんです。じゃあ知らずに暑い場所に置いておいたり、持ち歩いてて落としたりとかしたら、こっちみたいに吹っ飛んじゃうよ。実はベルギーやオランダでは炭化カルシウムと水を筒に入れて発生したガスに点火して大砲のような音をさせる遊びは伝統的にあったそうです。ただやはり商品化して気軽に子供が手に取れるようになってしまうと、とっても危険よね。それもあり早々に市場からは姿を消したそうですよ。そして最後に紹介するのは、販売禁止おもちゃナンバー5、ギルバートの U238 原子力研究室。なんか名前からしてすでに危険な香りがするんだけど。このおもちゃは世界一危険なおもちゃと言われているんですよ。世界一？1950年にアメリカで発売された子供用原子力研究キットです。中には実際に放射性物質が同梱されていて、それを使って子どもたちが核分裂を体験できるようになっているんです。そんなものが本当におもちゃとして販売されていたの？そもそも放射性物質って何？放射性物質は放射線を出すもののことです。放射線とはいろいろなものを通り抜けて、物の性質や状態を変える性質を持っているものなんです。人の目には見えない小さな粒や光の仲間です。人間の体はとても小さな細胞の塊でできているので、放射線を大量に浴びると細胞や遺伝子に傷がついて病気になったりやけどをして死んでしまう場合もあるんです。そんなに怖いものだったんだ。それがおもちゃに入ってるなんてめちゃくちゃやばいじゃないか。当時このおもちゃを開発した AC ギルバート社は、子どもたちがこのキットで遊んでも危険性はないと主張していたのですが、実際にはかなり低いレベルではありますが、放射線が放出されていたとのことでした。50年も前に発売されているから、今よりは規制みたいなものがなかったのかもしれないわね。ただこのおもちゃの販売数は5000個以下で、売れ行きが芳しくなかったことからすぐに発売中止になったそうです。やっぱりみんな危険だって思ったのかな。いえ、実はこれ値段が今の日本円で言うと約55000円で、子供用おもちゃにしてはかなりの高額だったんです。55000円？スイッチより高いぞ。健康被害の報告はなかったようですが、売れ行きが伸びなかったのは不幸中の幸いですね。危険なものが同梱されている上に高くて売れないし、本当に散々なおもちゃね。とはいえヒット商品を出せれば莫大な利益になるのもおもちゃ開発の魅力なんですよね。よーし、俺たちも一攫千金を夢見ておもちゃ開発やってみるか。世の中には危険なおもちゃがありますよね。皆さんはおもちゃで遊ぶときはお家の人と一緒にちゃんと説明書を読んで約束を守って安全に遊ぶようにしてくださいね。この動画が面白いと思った方はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチー。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。おしゃれなシャレ神戸だよ。口がパクパクしてとっても可愛いよ。このおもちゃなんだけど。いらっしゃいませ。何個お買い上げですか？気持ちが悪いから売らないでほしいと市民から通報があってね。今すぐ売るのをやめてくれないか。へえ。初日から発売中止なんて。全然危険じゃないのにな。